じゃあとりあえず一旦ちょっと、あ、移動するか、北の方に移動しよう、人に、北に来たって街中じゃあ街中、街中行くぞ、街中、みんな街中行くぞほら街中みんな行くぞ、出てこい、なんだこれやべえ、やべえって、旅団じゃんやばいんだけど、重い重い重い、FPS30 しか出てないめちゃめちゃ行く人が多すぎる、どこ行けばいいんだな、とりあえずさ、あのみんなで集団移動しよう、集団移動、重い重いスキルのチュートリアル出てきたそろそろ移動しようぜ、みんなで、お前誰か馬乗せてよ、行って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 、俺ここ行かれたんだよ、なんだピケ、あ、痛い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 、ピケ、なにこれ、痛い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 、ピケやろ、ピケやめろ、ピケやろ、ピケやろ、ピケやろ、みんなどうするんやこれ、いやいや、もう無視無視無視、無視無視無視、ピケから行けよ、ピケで行けよ、これ馬乗せてくれんねや、あーでも切ってもこいつ当たらん攻撃、馬これレディアってやつ早いな、おら足遅い、なにこれ、え、何そのスキルで移動すんの、せこない、お前やめろやそれ、じゃスキル、スキルなし、スキルなし、俺できないから、あ、こうやっていいのか、迷子になる迷子になる、いや俺移動系のスキルないからやめて、え、ちょっと待って、どうやってやるの移動、あっくの位置とかその辺で、危ない元気、お前真横で立て振り回すな、俺も移動系スキル使いたいんだけど、落ちてきた落ちてきた落ちてきた、え、今何してる何してる、オッケーオッケー、じゃあついてきてる全員これ、痛い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 、ちょっと一回一回止まって一回止まって一回止まっ て, 一回止まって、みんな集まって、一番先頭のやつ止まって、そこに集まって、人数減ってないかこれ、あの、もんで待とう、もんでもんで、あと今度もんでいい、もんでいいよ、なんか人減ってるぞ、もんでもんで待って、痛い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 、誰がバトル始まってる、なんか PK ル、誰だ殴ったやつ、あ、PK ルは PK ルは PK ル、お、PK ル PK ル、戦え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 、やばい、痛い痛い、なんか襲われてる、あ、じゃあ殺したぞ、殺した、オッケー、ピケ死んだ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 、やったー入れてって言ったやついる、あみつ痛い痛い、やばだ、俺まだ、俺まだ、やれ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 、殴れ殴れ殴れ、どこだ、やばいやばい、ピケ殴れ、ピケ殴れ、とりあえずクリック押して、クリック押して、死ぬ死ぬ死ぬ、いや、あの、もうわかんねえ、わかんねえ、どうなってんの、死んだ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 、オッケーオッケーオッケー、絶対勝てへんやん、いていて、まだいる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 、投げて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 、おい、死んだ、やばいやばい、死んだから、わかんない、かわいい、何が何かわかんない、あ、これ、これか、俺のワンワン、この、オッケー、一回ストップ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 、待って、俺、俺なんかスタックしたんだけど、どこいる、いや、まだいるぞ、あ、いたいたいた、あ、いたいたいた、あ、いたいた、オーケー、倒せる倒せる、あと待って、待って、俺、画面バグった、死んだ、死んだ、まだいって、まだいって、まだいって、どっかあるわ、もう何が何かわからん、おぉ、何これ何これ、待って、俺出れないんだけど、どうしたらいいのこれ、なんか回復の魔法的なものかけて、あ、いいじゃん、俺ここでかけてるで、あ、死んだ、あ、死んだ、まだおる、まだおる、おる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 、何人だ、誰もいない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 、誰と戦ってんの俺ら、いや、なんかピンゲ、なんかピンゲ、戦うべきやつおるっちゃおるんやけど、みんな攻撃して一瞬で、一瞬でも死んでくからさ、でもあの人数いすぎて倒したのわからん、痛い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 、あ、やべえ、やられた俺、俺死んだんだけど、俺殺されたんやけど、俺動かないよ、馬が南方向に逃げてったぞ、とりあえず北に逃げろ、北に逃げろ、お前ら北に絶対絶対北に絶対や、絶対しろ絶対しろ、よう分からへん、誰か俺を助けてくれ、ここから出れねえんだ、早っ早っ、こいつ、やばい、やばいやばい、襲われてる襲われてる、襲われてるよ、あ、出る出る、誰か出してこっから、ピケ来てる、ピケ来てるぞ、ピケ、ピケ、こっから出してこれ、やばいやばい、なにこれ、ピケどこ、ピケどこ、あ、これか、なんだこの PK に押されなきゃいけないんだよ、ほらほら、なんでこいつこんな硬いの、なんかさ、馬の馬の消しも少なくても、こいつの馬速すぎて、誰も動けないけど、え、これやばいって、リログした方がいいから、 GM 用、あー逃げてる逃げてる逃げてる、 PK 逃げてる、 PK 逃げて る, 逃げてる、あともうちょっと耐えるけど、あの赤い犬だろ、全然やってきてる、違う違う違う、あの赤い犬じゃない、やばい、俺死ぬ俺死ぬ、やばい、
平和が落とされたよ、俺。どこどこ、あ、これか、こいつか。体力が乗っていくしかない。やばい、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、やばい、死んじゃう、助けて、助けて、助けて、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃうよ、死んじゃうよ、俺やだよ、回復したい、回復して、誰か、はい、はい、回復して、あ、回復した、おー、めっちゃ回復して、やば、やば、レベル60、半端ねえ、リズリト、なんで、なんで、あ、スタン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 、やばい、死ぬ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 、どれどれだよ。あ、PK お前ふざけんじゃねえよお前。PK あそこの PK あそこだ。出ました、出ました。どうした？俺を安全のところに。あ、PK 死んだらしいぞ。はい、生きてるわ多分。はい、どこ？なんかあの新旧回避したっぽくね。どこに？うまくない？え？どこ行った？死んだから倒したかな。それはワンワンが。誰回復して。行ってらっしゃい。ここで回復してるよ。助けて。回復。あ、まだいるまだいるまだいる、なんか動いてる。あ、まだいるまだいるわ、帰ってきた帰ってきた。あ、死んだなんでうちの頭が取られた。え、即時回復したい。俺のこれワンワン乗れへんの。うるっ、あ、てかあれじゃない、 PK も即時回復、これ1回じゃないもんね。なんでこれ、これが大間さんやべえな。え、これ何、これ何どれが優勢なの。リスナーこれ優勢なの劣勢なのどっちだ俺ら。いや、まあ人数人数的に一生優勢やもんな、それは。これ貼ってんの。あ、これ拠点近いからすぐ帰ってこれるから。あ、なるほど。え、みんな北に向かおう、北に、北に向かおう。北にや、北にや、北に向かえ。目的地も分からず走り続ける。多分途中で人数減ってる。あれ、こんな、こんだけだしてやっけ。こんだけだっけ。なんかもうちょっと多くなかったか最初。あ、痛い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 、ボコられてる、俺死んだあれだって、やべえ。じゃあ一回戦闘ストップ、一回戦闘ストップ、一回戦闘ストップしよう。じゃあみんな集まろ集まろ集まろ、みんなわかんねえ。またピー来た。どこだピー、ありがとうね。一回みんな集まろ、みんな集まろ。やべえ、来た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 。R R 馬の自分の馬の周りで、まあ R 直接。いや自分の馬出し、自分の馬出し、ああ自分の馬出し方か。オッケーオッケーオッケー。ね、あ、こうか。馬いすぎて分からへん。ちょちょ、馬多くて分かんない。お前ら一回散れや。馬だよ俺の馬。馬出せた？どうやった？それかな。預け一回出てたら預けてもう一回出して。いや違う、いやよくわかんないやつ、馬乗ってた。自分の馬やろ、それ乗れる馬、自分の馬やろ。え、違う違う違う、ああった、馬乗れた、来た。取り出した取り出した、どれ俺の馬。だって馬にすぎ無理なんだけど、これ待って、どこだ馬や、わかんない。これパーティーには入れないけど、みんなこれ下がって、え、これもう全部リスナー、これやばくない人数。ウマリオカートやろうぜ。ウマリオカート。いいですね。ドリフト持ってるお前強くね。これとりあえずさ、海、じゃ船。リスナー、これ俺あのでっかい船に乗りたいんだけどさ、どこに行けばでっかい船に乗って釣りできんの？教えて。そういえば最初そんなこと言ってたな。名前なんていうのこいつ。ああじゃん。どこ行けばいいのこれ。馬高いんだけど、なんだこれ。やばい。今もマジ高いのしか残ってないよ。それ多分リスナーの服が出る馬だよ。すげえ、テント書くまんじが。テント書くまんじが。え、じゃあどこ行けばいいのこれ。ちょっと教えてよ誰か。船持ってる人に乗せてもらう。船も買おうぜ。船持ってるやつにも強くね。船ってどうやって買うの。船高いのか。え、ちょ、お前みんな金一人一人おい、まんじやめろ、まんじブロックするぞ、お前。待って、なんか変なやつについてきそうになるから、ちょっと一旦怖いよ、誰か。え、ちょっと、誰か北向かうか。北ってどっち。これ、クロン城ってとこかっけえから、ここ行こうぜ、クロン城。どこっすよ、クロン城。どこ、クロン城。行くよ。ですよ、敵おるとこやけ。ちょっと待って、ちょっと待ってほしい。ちょっと待ってほしい。あー、いや、俺まで。近地、あの、俺の後ろ乗れば。ちょっと待って、わけわかんないけど、とりあえず一旦あの町の端で俺は待つ。どこアドミン。え、俺あの
テルシャンのことあのうまさ男そこ多すぎるんだよね。あ、痛い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 。どうやって走るようになるんでしょうか。どうやって乗んのこれ。シフトシフト。あ、R で乗れない。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 NPC にあれが判定が入っちゃってる。こっちまでね。はい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 。この辺で乗れない。アンダーバー、アンダーバー出せない。え、乗れねえんだけど。乗れない？乗れない。それなんか乗る用の。一回降りるわ。はい。乗れないこれほら、これで。乗れないよ。とりあえず準備できた人みんなこっちの。じゃあ他の馬乗って他の馬乗れるから多分誰かしら。結局4、5人いんだけどもこの辺り。止まって。俺の馬めっちゃ遅いんだけどちょみんな見てて俺の馬ちょっとこれ。今どこにいる見てて。俺の馬めちゃめちゃ遅いよ。わかんないもう。これほら。こんだけしか走れない。ああのシノビームさんおるやんこれこれ。このまま乗れるよ。これ限界？このまま乗れるよ。ほら。本当だ。このまま乗ってき。シノビームさんの馬乗ってき。これ速いから。これ限界なのこれ俺のやつ。うん、そう、今パンチ投げた。シュートをしてんだけどね、さっきから。え、何？何？俺のシュートこれなんだけど。え、それ、俺のシュートこれなんだけど。それ乗れるか？ワンちゃん乗れるの？ワンちゃん、え、俺ワンちゃん持ってんねんけど、乗れる？え、名前変わってなくね？乗れる？ワンちゃんっていうか、リトルサマーのやつ。シュート押してよ。ほら、俺リトサマーないけど、それ乗れんこない？スキル割り振んないといけないんだよ。あ、いたいたいた。そんなスキルある？平行世界の後見たもん。あとさ、馬のさ、ゲージがずっと赤点滅してる。オレンジ色の線の下が赤点滅してる。これなんでだろう。もはや誰が誰かわかんねえし、誰だよこれ。元気どこ行った？アドミもわかんねえ。俺、上の方にいるよ。え、町の俺のワンちゃんの乗り方誰か教えて。ベリア村の上の方にいる。おすすめスキルステップみたいなないんかな。あ、でもこの辺りのはずなんだよ。かそもそも俺犬呼べねえ。みんな準備できた人このあ、あ、あいつメディア村の北東部の出口に来てね。犬は50レベルで乗れるらしいよ。あ、じゃあ全然無理だわ。え、乗れる？乗れるないわ。え、俺あ、そうか自分のアカウントだから今20何レベルだよ。これみんな来てる？まあ、いや、馬いるし行ってるよ。あ、俺全然行けないわ。やべえなこれ。そうそうたるメンバー。ちょ俺上からちょっとみんなのこと見るからさ。俺馬でまだ手こずってんねん。上から俺見るから。馬取り出したらどこにおんねん馬これ。やべえな。人数やべえな。阿部つん。俺もワンちゃん乗りたい。馬取り出したらどこに出んの阿部つん。え、その後に出るでしょ。なんかデカデカと緑でなんか出ない。緑色？なんか馬なんかちょっと性能差ありすぎてめちゃめちゃ速いやついるな。あ、これ俺の馬。その馬よこせや。俺折れろや。そうお前その緑のやつ俺も俺の乗してくれ。これの俺の馬なの。オッケー。あ、来た来た。なんか4番に入れて馬乗ったから。早い。マジ早い。みんなどこ行ったの。やば。え、もっともっともっと。はいや。戻って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 。ねえねえねえ。チェルさん迎えに行くわ。ちょ、俺じゃあ馬のとこで待ってるわ。ちょ、待って、やばい、あ、やばい、あの、リスナーに拉致られた。リスナーに拉致られた。リスナー、戻って。シャン、どこ馬のとこ、馬のとこ。今、一個に一緒にそこまで出たの。いなくなった。ちょ、待って、俺の馬こけたんやけど、どういうこと。え、馬乗れた。え、馬は乗れた。馬、今落ちたけど、落馬したけど。なんでいや、わかんないけど。よっしゃ、じゃあまあ乗れたなら行こう。乗れて、どこ。今俺戻ってるから待って、リスナーに拉致られてそのまま戻ってる。これダメだ、これ馬の性能差ありすぎてさ、あの馬乗っていったらバラバラになるから、みんな走った方がいいわ、絶対。マジ。うん、馬勝ったのにみたいなことになるじゃん。いや、これ絶対走った方がいいよ。みんな馬禁止、馬禁止、降りて降りてください、馬から降りてください。俺今買ったばっかなのに。あ、いや、いや、PK やられた。あ、PK やられた。こいつだ。それリスナーちゃうん。マシンでないでしょ。あー、ボコられてる PK の人。特に何もしてないのに。待て待て待て、みんなどこ見よんねん。どこ行った上の方か。あいつ、あいつ遅い、あいつヘイ、ヘイって言ったやつ。アビツ見つけたからアビツに行ってこう。あ、逃げやがった。今の。多分こっちじゃなきゃいけるの。あ、これさっきの高槻だ。
こいつら PK 来るんじゃねえか。おい、痛い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 。え、馬死ぬのこれ。馬死ぬの。ちょ、死んだ、刺激で死んだ。え、馬死ぬの。馬死んだら買い直し。ね、買い直し。いや、大丈夫大丈夫、そ、買い直しじゃないはず。回復して、強くね。なあ、俺ガチに回復して安全地帯入ればいいんじゃない。ご便労働者はこれ敵じゃないんだ。レベル足りないけど、俺じゃあモンスターしばいてよ。俺未だにこれ自分の馬かどうか分かったいんだけど、誰かも馬パクってないんで。俺グランドセフトオート始めてない。元気が、痛い痛い痛い、逃げてる。うわぁ、あ、ちょ、馬死んだって。俺の馬死んだ。あ、やられたし。めちゃくちゃだよ。俺草生えますか、僕の人と戦ってるわ。やばい、なんかめちゃめちゃ戦ってるな、みんなリスナーが。回復メッシ買えばいいか。即死するんだけど。ヒデシゲとか強すぎない？なんか戦いながら、まあ待てやってチャットしながら倒してんねんけど、いやいや、もう俺の馬殺されたし。俺の馬どこ行った？あんなこいつら強すぎやろ。きつ。え、住人したやろ。怖っ。だい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 。あ、ピカツキってやつ、とりあえず一回殺したいな。あ、死ぬ。あ、やったやったやった、死んだ死んだ死んだ。あぶねえ、死ぬかった。あぶねえ。ピカツキ死んだな。あ、上いる上いる。お、みんな山上にいるぞ。遅い遅い遅い。こいつらだこいつら。山上のこいつら、遅い。許すな許すな。俺の画面、平和そのものだ。やばいやばいやば。ああ、それはそれはやばいわ。俺うれしいスタゴン。早くね、俺も体力ね。どこ行ったどこ行った。いないんだけど。高津来た高津来た高津来た。そんな早く帰ってくの。ちょ、ヒーラー回復を当ててくれ。ヒーラー的な人たち回復をすでに使ってみて。あー、来た来た、回復ナイスナイス。回復使いまくって、回復。あ、いいねいいねいいね。人数差でいこう、人数差で押せ、人数差で。ヒーラーは回復すでに入れたいで、入れて。ヒーラー攻撃したいで、回復だけ入れて。おいおい、いいよいいよ。え、それおる、まだだった。高槻どこ行った。いるっぽいんだけど、わかんねんね。あ、おるわおるわ。相手落とさない。怖い怖い怖い。レベルそんな高くないけど、一般多い。ヒデシがどうする。ヒデシがどうする。センターが今んじなんだよこれ。これヒデシね、あれだね、ファイナンじゃね。ほら、いけ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 、殴れ殴れ殴れ。痛い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 。回復足りてない回復。危ねえ。めっちゃ体力、もう80になったけど、これマジ殴り合いだね。あ、ないないない、回復いいよ。高橋死んだか。魔法ってどうやって出すんだ。ふわってやったら強いな。でもワイドワンかな、いってる。あ、いってるわ。お前、わ、若い、なんかしろや、お前。ワンコどうやって出すの。え、なんかスキルで割り振ったら出た。ど、なんてやつ。やべえ、なんかね、あの、お、狼みたいなマークのやつ。回復頼めるか。灰色の、灰色の、なんか目だけ赤。多分それ入れてんだけど、出てこないよ。じゃあそれ多分出てるわ。え、出てる。どっかに置いてきた、俺のやつ。やばいやばいやばい、ピーキー狙われるくせに。ふわってめっちゃ強いね。やばい、みんなが散らばってます。やばいやばいやばい。やろ。
それヒデシネやねだからヒデシネは分かる一生なんか攻撃を避けて遊んでるやばいマジでもう殺されるアクは死んだいや危ない危ないやめろやヒデシネやめろって危ないやんけお前今ちょっと当たりかけてたんけヤンといるヤンといたあいだ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 もう一人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 こいつもできやんあれだあれだヤンとヤンとこれこれこれ殴れ殴れ殴れみんなから見て多分北東の方向にヤンとってやつを構成してるおわりちゃん出たあー真ん中やばい死んだ高槻もいるこの戦いなに終わりになった戦いなのやばいやばいやばい体力がない体力がない体力の回復方法ってなんだからねうまっ当たってる死ねるのにどうこれはいつになったらこの戦いが終わるの終わんないもうなんかエンドレス臭いこれ俺の攻撃を当たってるの果たしてあデビルが50以下だったら TK されないマジ最強やお前らえ、俺の攻撃は当たるのそれ逆にもうこっち死んだぞ浮かすのかこれ俺の攻撃当たるんかなあ、浮かしたあー死んだ一撃でやられるこいつら硬くない普通に拠点近いから倒してもすぐ戻ってくるらしいよわー俺強っ何これじゃあ今50レベルまで上げるわ俺気づいたら無能警察っていう謎の称号ついてんだけどあらさ俺もだわこれあれじゃないの確認拒絶これ確認にいいのてててて何かとなってんだもはや俺ら俺のレベル帯だとどこら辺ないんやろえ49から51でえクロンジョ行こうやクロンジョどこ絶対 PK ついてくるなクロンジョクロンジョあー誰かあの殴られてる殴られてるこれがクロンジョついてきてどこにいるのか分からんないや、マップ見て当ててきて俺はリスナーを連れていくからえ、この後ろ走ってきてる君はリスナーやっぱり誰かの人を買ってるあ、クロンジョジュウさんリスナー N ちゃおうか君は無限に復活できるんだけど相手もこれ無限に復活できるのかなあれリスナーあ、じゃあジャンプやめて、ジャンプやめて、ジャンプやめてあ、リスナーか、オッケー、行こうレベル低くてあそこのやつ倒せんねんから、芝居てんで、低コントで行こうじゃんはなんちゅう聞いてるやんこれ俺が攻撃してなくても低コント入るよね入るやつらジャンプしてプロンジ来たぞ俺ここあ、入らへんの入らへんやったらジャンプしての攻撃される攻撃される分からんのか分からんならジャンプしてあ分からんのか全部ジャンプいや分からんでジャンプしてたえこれ俺は一発の攻撃やってた方がいいんかな弱いなこいつら JK 死ぬわゴブリンエリートがいいいてなんか食らったおなんか来たぞ死んだぞ一生ついてくるやんこれ我々の敵まだレベル低くないあーめっちゃ粘着されてる周辺に強いモンスターがいますよってははは痛い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 乗れないこれなんかパッシブモードとかないの頑張って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 倒して PV されないパッシブモードとかないのこれ痛い痛い痛いないようなキャンプめっちゃ粘着してくるやんないんだ今あれか配信狩りされてるからそうかわ仕事でやってるだけだから全然いいんだけど待って頑張って倒して倒して早く早く倒してこの子さん兵倒して早く子さん兵今日2時間何していいか分からなかったから全然これで戦ってお前子さん兵に誰全然ダメージ入ってなくない頼むぞ頑張るよ2時間終わりなき PK との戦いっつってむしろ全員 PK マークをしてみんなのなんか誰か押す倒した倒したあ、探す来たほらほらほら何これここ戦うのこれパーティーじゃないから無理何ほらほら高槻お前このゲームでお金使ってんだろ俺らお金もらってんぞほらほらあほびっかったやろこれがお前と俺との違いやパーティー入れへんのかなこれ誰かお前がここでどんだけ強がろうとな社会の強さ俺の方が上
ほら、何でしょ、出てるから。ほらほらほら、煽り方。ほら、悔しいか。ほらほらほら、ゲームでいっぱい勝てて悔しい、嬉しいやろ。ちょっとな、坂井デデミ、お前は敗者や、悔しいか。パーティーの人が見たら芝居出てきよ。パーティーの人が芝居出てきよ。あの、この人が出てきよ。あー、あー、なんか落ちてる。なにこれ、なんやろこれ。ほらほらほら、もう中入ろう、中入ろう、中入ろう、中で、みんな中に戦ってる。あの、俺の親衛隊がどんどん人減ってんねん。こっちらが多いぞ今。クロンジの最難のも人多いぞ。俺どんどん喧嘩をしてきたから、これどんどん処理してって。オッケー、頑張って。アドミンどこ行ったんだよ。あいつの攻撃、俺一撃で死ぬんだけど、俺の攻撃なん全然食らんんだけど、なんなの。いや、パーティーの入れ方俺分からへん。あんまりこれ戦うつもりなかった。じゃあ俺これ壊すから。あ、なんか来てるな、来てる、危ない危ない。ちょ、助けて、早く早く早く、リスナー早く早く、パーティーのリスナー早く。まあ、何してこい。え、アドミンどこだよ。いや、だからクロンジョ行こうってなって、クロンジョの観光してたら、クロンジョ敵だらけで俺逃げてる。俺もクロンジョの中入って。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。嘘。やばい、死ぬ、やばい、また、またこいつ来た。頑張って、早くみんな、ほら、早く早く早く。ヤス姫硬いんだけど、全然硬い。これなんなんこれ、死にたい、死ぬ。なんかいるんだけど。ヤンと姫マジ強え。だろこれ。よしよしよし。なんでこんな強いの。おお、すごい、なんか誰かワンパンで倒してる。あ、お前強いな、お前強いな、お前ちょっと。強い。忍び。ちょっと、あの、パーティーに入れたいんやけど、お前、ちょっと待って、あの、カンパリ違う、カツポン。カツポン、カツポン、ソップ、こちらで、こちらで、カツポン、ソップ、はい。カツポン、結構俺の話。あいつちゃうな。いや、カツポン、俺のリスナーやから。マジ？ほら、カツポン、俺についてこい。行くぞ。あの、カツポン、パーティーに入れてあげて。カツポン、どうやるの？パーティーリーダー誰？コメントしてくれんの？あの、なんだっけ。だからこれあれねんな、TK も戦意喪失して逃げてたら正直何もされへんねんな。お前、そんな爆速でこの塔を。あ、ヤント姫読む。え、ヤント姫読んねんけど。むしろそいつらパーティーに入れたらいいんちゃう。ヤント姫を。もうそいつら全部パーティー入れたろうぜ。OK、倒した倒した。ヤンド姫殴ろうぜ、殴れるやん、これ、ほらほら今殴れんぞ、ヤンド姫。ほら、ヤンド姫死んだ。はい、GG、ヤンド姫死んだ。はい、GG、 GG。 なんだこれ、今日初めて僕らに負けるんですか。左クリックしか押してえ、今日初めて僕らに負けるんですか、ゲーム。この広いとこの広場で待っときゃ来るんじゃね。みんなどこにいるの今。え、あ、なんだっけ、この城の広場におるよ。城の広場って下上、上上上上、一番上、上上一番上、いたー、あ、いた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 、戻ろうぜ、いたい、どっから来たのこいつ、なんだ、え、なにこいつ、高槻だけめっちゃ強いんですか。高槻殴る、高槻こいつだけ尋常なく強い。あ、勝ちだ、勝ちだ、勝ちだ。あ、この広場いいわ、この広場やったら絶対負けへんよ。え、でもこいつ消えるよ、なんか突然。ん、こいつなんか消えるよ、突然。高槻、いやいや、なんか届いた。クワにより死亡しました。クワも強いんだ。あ、高槻だ。あ、いて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 、いていていて、また死んだ。あ、またフアにより殺された。やめた。ノーケルお前さん、ほらほらほら、あ、ヤント姫まだ来た。あ、俺がヤント姫倒した。軍隊入れてほしい。分隊が縛いてるやつ、俺にも経験値入ってるの。めっちゃ強いやつ、誰なの。誰か分かるみたいな。やってきて、勝ってくれ、めっちゃ強いやつ、誰やろ。分からん。戦ってほしい。え、じゃあさっき俺が倒したやつ、最後の1位。絶対ダメージになってないやろ。で、なんかね、めっちゃ強い人おるって言ったら、やっとくれ。確
高槻だ高槻だ、階段下階段下、ちょっと階段下がったところ、高槻だ、高槻死ん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 だ、いや、分隊入れてほしいな、リドリーって、リドリーだわ、入れてあげれるな、いいよ、いいよ、いいよ、とりあえずここでなんか待機室の最強説あるな、これ人多すぎてどれがどれだかわからんくなる。マジでそれ。これなんやろ。これ今ディスコードでさ入れてない人。ディスコードにいてかつここに入れてない人何人ぐらいいんだろう。結構いるっぽい。これヤント姫もディスコードいるとかそういう可能性ない。え、ヤント姫って仲間？あ、じゃとりあえずあのアビツン入れてあげてくんない？分担入りたいって人。いったよ、やったよ、やったよ。え、なんか他にもいるよ。午前7時になりましたね。モンスターたちが力を失い元の状態に戻ります。そんなはずには。なあ、いっぱいいるよ、舞台下がってんの。めっちゃおるわ、めっちゃおるわ。もうなくなるな。ほら、え、これ何、これ何。確か20人までらしいし、ディスコードでチャンネル変更誘導したら PK 来ないんじゃない。いや、なんかまあ PK も含めて楽しめばいいかなって。あ、これだからマンジやめろ、マンジ。マンジうぜえな、マンジ。この人数だと勝てるんですよ、多分。関係なく。あれ、これ増えないな、みんなで動いてたけどね、分隊招待。こいつ、馬で引くだけで。あ、忍びも、お前か。あ、高槻来てる、高槻来てる、高槻来てる。高槻来てる、高槻来てる、高槻来てる。死んだ、高槻。高槻来てる。あ、ピッピーがおるから、遅れば。乗るわ、ほな、乗るわ。はい。敵いっぱい倒して、忍びも。あれ、俺が倒したの。いっぱい敵引いてって。あ、やべ、これ本体よりワンちゃんの方が強い説出てきたの。雷落としてたら死んじゃった。あれ、ちょっと見ない間に忍びもお前外見変わったね。アドミンは何してんの。お、すげえ。え、なんか今忍びもの被害見てる。みんなとりあえずこの一旦中のこの城の駐輪駐屯場みたいなところに集まろう。どこかわかんねえ。どこだよ。結構集まってんね俺ら。あ、から俺のワンちゃんいなくなった。これ犬って乗るスキルあんのかな。あの50レベル以上になったら乗れるらしい。なんかあいつ誰や。同じ R で乗るの。ニャオキ、ニャコイってやつが。スキルっぽいよな、50以上っていうやったら解放せないかん。え、ちょ、テレゾン集まってや。ダメだ、俺な敵倒しに行って、あの、なんか、あの、このザコヘイみたいなやつ上下。いや、さっき前戦ったとこあるやん、あそこにいるよ。めっちゃいいの、さっき前戦った、あ、いるいるいる、俺らもそこ、俺らもそこ。ああ、これ、シノミームが倒してもあれやろ、経験値入るんやろ、俺に。入るんやったら、今降りて。入らへんのやったら降りて。あ、入らないんや。抵抗世界のアドミっていう名前だぜ。入らないわよ、俺もどうしたらいいんだ、これは。これ、ここが最頂点な。もうちょっと高いところもらえるの。多分ここ最頂点じゃない。奥の方に祭壇ってあるよ。左のリスト祭壇行こうぜ、祭壇。祭壇、そう、狭い。祭壇どこ。降りてて。運転は誘うことは分からへん、俺。降りてて、祭壇俺、そのビームがマッシュ倒していくと、俺に経験値が入るの。あ、ちょっと分隊入れてあげてよ。いや、入れられないんだ。入るなら降りて。決闘、あの PK いるから入れられないんだ。入らないなら降りて、じゃあ。あ、祭壇行こう、祭壇。入らない。分隊は無理な。じゃあどうしたらいい。どうしたらいいこれは。あ、ここにアングルストックついてるで。あ、別のことやん。祭壇集まろう。すげえ、これこの下落ちたらどうなの。死ぬんじゃね。左上の自分の名前、え、左上の自分の名前の右あたりにこの下落ちたら死ぬんか。うん、ダメだね。決闘中の時はパーティー招待できません。
町とか移動しないとダメなんだ。じゃあ町とか行かないとダメだね。入れたかったらこれ落ちれるの。じゃあみんな落ちてみようで。いいせーので、行くよ行くよ。待って待って みんな来て、まだ落ちてない、まだ落ちてない。みんな来て。あ、落ちちゃった。行くよ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 。まだいる、まだいる、まだ来てみんな一斉で落ちる。みんなで一斉に投資しよう。待って、まだ来てる。俺回復しながら落ちた。あ、即時回復で生き返るんだ。すごいすごい、頑張って。あー、すごい経験者入る。あー、頑張って強いよー。へぇ、みんなで飛び降りるってなんか社会派やな、このゲーム。あ、じゃあ PK 来てる、PK 来てる、ここに。痛い。あー、PK 来てる、やばい。俺泳いでるから無理なんだけど。高槻が来た。頑張ってー。すごい、ゴリゴリ経験値入る。俺も。これさ、一回近くの村でみんな復活したらええんちゃうの。ねえ、ほんなら、あの入ってない人入れれるやん。近くの村入るか、一回。近くの村で復活するよ、俺。どうやって死ねばいいんだ。これどうやって死ねばいいんだ。いや、あの、PK に殺してもらうか、飛び降りたらええんちゃう。飛び降りたけど、水の中なんだよな。俺も。はい、近くの村来た。あびつに来たらみんな招待してもらって。あー、気持ちいいんじゃー気持ちいいんじゃー。だって行けばいいんだろう。キャンビーム、こっから近場でもっと、うん、あの氷水モンスターいるんだったら行っていいよ。だって招待するのこれ、そもそも。オッケー、乗ればいいのね。これだって。で、チャットからなんだけど、パーティーリーダーしかできないんじゃないかな。死なないそれ、俺死なないわ。パーティーリーダーに回るやつになってからできるかな。何、あの船ここで待ってるわ。え、待って、船ある。マジで、あの船もらおうぜ。え、そんなことできるの。わからん。あの近くの村の中、港で待ってるわ。近くの村の、あ、港、近くの村、うん、なんて名前の村っすか。あ、ベリア村。ベリア村でしょ。ベリア村に着いたぞ。泳いでたベリア村着いたわ。泳いでたろ、ついた。パーティー入ってない人、アビツ見つけてアビツに入れてもらって。チャットして、チャット。あ、チャット打ってたって。チャット、ベリア村ついたらチャットして。ベリア村に行ってチャットして。お、これ、この無能警察っていう不明よな。これ何なんだろうね。いや、無能警察、そんななんか煽り散らしてる称号つくんや。待って、あ、なんベリア村だよね。送ってあげられない。気をつけてね、分かった。お前、送ってあげられないよ。エコーかけんな。エコーかけんな。とりあえず頑張って逃げるね。船の上に乗りたいけど、船だって乗ればいいんだろ。え、パーティーの人数が限界とか、そういうことこれ。20人入れるらしいんだけどね。でもまだまだ入れるやん。でもなんかね、決闘中パーティーに招待できませんって。オッケー、頑張って、シノビーム。お前死ねえよ、じゃあ。遠巻きに見てるから。お、珍しくシノビームがバフをかけてる。え、俺にさ、あれ映せないの、そのパーティーリーダーのあれを映すか、なんか付与するか否認してみたよ。死ぬビーム、追われてる。無能警察って多分それギルドです。あ、そうなの。俺は知らないうちにギルド入ってんの。マジ。俺なんかギルド入れられてるらしいぞ、知らないうちに。俺おろそう。いいよ、頑張って。あ、来てる、でかいの。お、すげえでかいのよ。こっちから何で見る。ここで見てるわ。じゃあで、チャットからどうやってこれ招待するの。右クリックで、船動いてる。乗りたい。え、右クリック、左クリックだわ。船どうやって動かしてんの。なんで右と左がわかんない。え、乗りたい。わぁ、ぐんぐん経験値入ってくわ。船乗りたい。青色の船乗りたい。うん、強いな、シノビーム。美しい波だ。ずっとあの海を見ていた。俺、ぶら上がりそうやわ。
あ、乗れた乗れた乗れた。どうやって？いや、血統中。あ、あるある、なんかはしごの木である。血統中なるわ。乗れた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 。みんな船乗ろう。乗せてから乗れへん。みんな船乗ろうぜ。どうしよう、乗ったのか。みんな船乗ろう、船。青い船、青い船乗って、青い船。全員。青い船？やっぱ高槻来ちゃうぞ、高槻来ちゃうぞ。いや、高槻乗った、高槻乗ったぞ、これ。高槻やれ、これ絶対が出るよ、絶対が出るよ、こんな狭い場所で。みんな投げれ、みんな投げれ、みんな投げれ。落ちた、落ちた。あれ？あの絵取れる、あの絵取ろう。高槻投げれ、高槻。青い船の先頭。俺も乗りたいんだけど、それ。乗れなくない？乗れんの？乗れない。カフェ乗れた。どうやって乗った？俺船の内側にいるんだよ。高槻消えたか。高槻消えたな。潮の付近である。ああ、さすがです。みんな乗れ、みんな乗れ、みんな乗れ、みんな乗れ。船早い。乗ろう乗ろう。私、さすがです。待って、船。名前が邪魔だな、UI。それあれじゃねえ、操縦員マックスだよ。あ、乗れる。乗ろう、乗れるだけ乗ろう。下がっている。ヤント姫いる、ヤント姫。殴れ。あ、船なくなった。船が消えた。船消えた。レベル、みんな落ちた、みんな落ちた。船壊れた、もしかして。暴れすぎた。オッケー。え、あの船どうなった？いらっしゃい。回復するから。このこいもう一個の船乗ろうぜ。おしゃべりのやつとは一緒だ。めちゃくちゃや。あ、なるほどね。初心者コースは20までしか使えないんだ。決闘行けんか。決闘行けるわ。あ、でも、あー、なるほど。この船乗った。食らったら逃げながら回復するわ。わかったわかった。俺わかったから、ちょっと今チャット打って入りたい人。わかったっていうか、リスナーが教えてくれた。ヤント姫いるぞ、ヤント姫。殴れ。また始まったんか。勝利の行方はリスナーが教えてくれた。てかここヤント姫殴れ、ヤント姫、ヤント姫殴れ。エリアなの。あ、まんじゅうだ。全然ダメージ入らなくない？てかここ PV エリアじゃなくない？ダメージ食らわんのやけど。あ、ダメージ入ってる。あ、入ってるっぽいよ。これ船にダメージ入ってない？え、船壊れたらどうするの？みんなまた泳ぐの？船ダメージ入ってる。船壊れた？いや、動いてる動いてる。あれ、落ちた、船から。あ、やばい、船ダメ、ダメ、高槻が暴れてる。船から落ちたよ。やばい、あー、その船乗して。その船乗して。あー、乗れた。あれ、なんかめちゃめちゃ人減ってる。あ、これマックスかな。もうマックスだね。一回こっちの港の戻ろうぜ。港戻ろう、港。どうやって港戻ろう。わかんない。あ、すごい。あ、近くの村で深っていいのか。港も乗る、港もう一回船乗ろうぜ、いいんで。みんなで、これでみんなで乗りたいぞ。高槻ってヤント姫が乗っちゃうからな。大変なことになるぞ。左上の剣が重なったマックリックで血統を1回解除しないといけないんだ。何してんねんそれ。あの青い船がいいな。これ誰でも操縦できるわけじゃないの？君は持ち主だけじゃない、さすがに。泳ぐのダンディ。青い船がいいな、青い船。青い船のことで。
青い船でなんで青い船がいいの？え、かっこいい。見た目？うん、なんかかっこいいよね。かっけえ。なんかこの中で唯一青色だよ。持ち主じゃないと操縦できないとかそういうやつ、そういうわけでもないの？ヒアント姫いるぞ、船乗ってるからですよ。まあ言っちゃう。何もしなきゃ多分何もしてこない。青い船なの？これ誰が持ち主？これみんなで挑戦しようぜ。挑戦ルフィ的な感じで、あの一番先っちょにいるわ。みんな乗ろう船、船みんな乗ろう。近づいてあるだって。ヤント姫これリスナーやん。テルシャンダ、そうなの？テルシャンダどうもつる。じゃあ、ピー、あの、高槻は何なの？え、じゃあ今までどんな気持ちで縛られてたんそれ。もっと早く言えよ。みんな一つの船に乗ろうぜ、せっかくだし。青色の船に集中しよう、青色の船。あ、一人枠空いたぞ。足も取りたいし。なんか乗れないんだけど、なんでやろ。あ、もう乗れないのかこれ。はあ、な、人数上限だよ。定員オーバーすると船消えんのかな。え、そんなことある？消える？さっき消えたんだよ、船。消えるなんてことある？これ船って何人までしか乗れないとかあります？なさそうだけどね。これ誰も操縦者おらんのやけど。この青い船誰か操縦できないですか？操縦者誰だ？もう操縦できないと右の船に乗るか、この横の船に乗ろう。ちょっと近づいてもらっていいですか？ギガントピックさん、ありがとうございます。乗ろう、こっち乗ろう、こっち乗ろう。あ、こっちは若干広いよ。アームフレンドリーってこいつあれやんけ、さっきピキしとったやんけ。ほらほら、みんな、カモンカモン。離れすぎるとダメなんか、近くにじゃいるか。みんな行くぞー。止まってあげて。あ、まだおるな、まだ来てるわ。まだ泳いでるのいるくね？アルフィー、あれ最後。待って、アルフィーがいる。まだ、なんかさらに奥にもいる。あれ、魚なに？いや、魚じゃなくない、なんか ID あるよ。あんまや、秋キキ、これ最後か？いや、まだ来てる、まだ。魚じゃないよ、下にいる。魚じゃない。これで最後じゃない？さすがに。なんか下にまだ乗ろうとしてる人いるから待って。これで終わり。いや、まだ魚じゃないわ、面白いな。来た。あ、いた。オッケー、行け。あ、乗れてない子が、マジか、乗れてない子が下におる。いる？夢に乗れてない。パドっていう子が。あ、パド。ね、倉庫管理メイドリスティってやつが宙に浮いてんだけど、これ何？これでいける？いけてるね。ゲームのバグとは触れないでほしいです。出航。これさすがにあれやろ、PK のやつもこれ俺らのこと襲ってきたら秒殺されるから。あれまだ泳いでるやついるんだけど。なんか中取るわ。前方に。早い。あれ泳ぐの超早いぞ。めっちゃ早いぞあいつ。魚やん魚。これ魚のこれ。魚めっちゃ泳ぐの早い。これ下のやつ？うん。なんか右前方。右前方。おう、中取ってる。これで。めっちゃあいつ船隣のとこで乗れて平島康介いる。やばい、早っ。え、なんであいつ、なんであんなんやよ。
めっちゃ速い。あれ、魚スーツ関係ある、もしかして泳ぐスピード。え、あいつ7ないの？魚スーツ着てるからって落ち。あー、魚バターの効果が。バターの効果。なるほどね。あ、釣りしてるやついいんじゃん。いいね。釣りできるの楽しいじゃん。何それ。やりたい。釣りでやんのこれ。どうやってやんの？釣り、釣り具買わなきゃいけないよ。え、ちょ、リスナーちょ、俺に釣り具ちょうだい。釣り具欲しい。釣り具ちょうだい。釣り具欲しい、釣り具。釣り具。ちょっと再起動しておきます。いらっしゃい。ヘルさん、これで大海原に放たれること。マジか。おい、これ釣り竿持ってこなかった魚、これ乗った意味ねえじゃん、俺ら船。起きてみてきんやん。アイテムちょっとできない。意味ねえ。やらかした。あ、まあいいや、見とこう、みんなの釣りの、釣りの風景を。お、ここで釣りすんな、ここで釣りすんなよ。ねえだろ、水。あ、これ一応偏差あるんだ。真上にジャンプしたらさ、あの、後ろに下がる。あ、ほんとだ。ほんとだ。危ない危ない、撃たれてる、後ろから撃たれてる、撃たれてる。いっぱいいるね、人が。ああ、あ、暴れな、暴れな。めっちゃ暴れてる。高槻か、お前か、高槻だ。やれやれ、お前ら。高槻やれ、高槻やれ。許すな、許すな、あいついるんだ。高槻を許すな、高槻を。どこ行った、また来ます。危ない危ない。壊、はい、れない。ついついついて、ああ、まだ死んだ。高槻硬いんだけど。回復回復回復、入れて回復。おお、ワンワンが釣られてるか。こっちのワンワン釣られてる。死んだか。高槻死んだか。でもまたこれ蘇ってくれたよ。回復してほしい。てかめちゃめちゃ人来たな。海の上やしな。海に放り捨てろ。あ、高槻降りて落ちてる、落ちてる。高槻なんか直接落ちてる。いいぞいいぞ、船出せ。あ、これか。設定レベル56で、それは無理やわ。高槻降りやけ。あ、高槻乗ってきた、高槻乗ってきた。あ、高槻、そこ海の底で回復してたんだ。あ、俺海から預かったんご。あー、死んだんご。みんなどこ。高槻投げて、高槻。あー、ダメじゃん、これ。高槻が半端ね。高槻が半端ね。みんなどこ行ったの、これ。今だ、船の上で高槻と PVP してる。多分それ、あれやろ、高槻見られたら遠くでリスポンするやつやろ。いや、大丈夫。大丈夫、みんな泳いでそこにたどりスポンスしない。やばい、死ぬな、死ぬな、死んだ。おい、わけわかんないわ。もうめちゃくちゃ。もうわけわからん。わー、海きれい。そういうとこ、そういうとこ、行こう。魚めっちゃ泳いでる、すごい。抵抗世界があの右とこ乗ってんな。あの、ラインが。これ台風に乗ってるやつじゃないの、魔法。したい。俺は釣りしてないから。いや、なんか釣りしてる人がいた。俺も釣りしたいな。やられた。これ釣り竿とか買いに行かないとダメな。買わないとダメ。かかって死なないね。あ、落っこっちゃった、俺。これダメだ、町戻るか、俺は。それで町戻しまっていいですか、港に。町方の港、どこにあるんだろう。ローテーテ
町行こう。僕らが一緒に置いてこうぜ。ジャンルビッチ、これ船、まあ、港に戻しますよ。スリグどこで買える？スリグベリア村で買えるよ。オルビア村できちゃった。どこだよ。分かって。なんか、上の方どこにいないの？オルビア村。ああ、最寄りの町が町と違う海だ。着いた。座礁した？着いた着いた。あ、ここ？座礁したんかと思った俺。ヒロビーもこの馬ジャンプできるの？できるじゃん。あ、これか。釣り商人。え、これ船出したら金さんの船突撃できる？できるんだろジャンプして。え、もう俺らあれ？もう歩いてる俺ら。え、もう歩いてんの？うん。え、めっちゃ遠いやん釣り商人。ベリア村の釣り商人行ってる？なんか別に目的もなきゃじゃん、オルビアン。なんでなん？え、釣りは？釣りしたらいいやん。え、いや、なんか釣り具を買わなきゃいけないんだよ。何の目的もなきゃ。ベリア村で釣り。なんならヤント姫と高槻も一緒に走ってるよ。なんでなん？いや、これどこに向かってんのこれ。戦いとともに友になった。多分これ両方ともなんか終わりないから不毛だなってことになったっぽい。どこだっつ？魚商人って関係なさそう。これみんなどこ向かってんの？ただただまっすぐ走ってるな。倉庫番やろ。すげえな、いろんなマップがあるんだな。こんなしょうもないところ走っても、ね、わけわからんしょうもないところで走っても一応なんかちゃんと場所がある。もうちょっとで着くかな。やべ、みんなは、はい、どこ行くの？あ、なんかついた。あ、いた。なんだこいつ。パンフ。ついし。こいつから帰んのかな。あ、これあれか。オリビアミラか。あ、あった釣り竿。魚商人に釣り竿売ってんのか。あったあった釣り竿。煽りのいいポーションは。雑貨商品シャワニー。今何村？オルビア。ベリア、ベリア。ベリア。俺はオルビア。もうみんな同じとこおらん。え、どうやってこれ釣りすればいいんだ？釣り買ったんだっけ？お、すげえすげえすげえ。わ、船出せるんだ。釣りしよう、釣り。売ってる？あ、OK、できた。魚商人で買えるって。どう？魚商人？俺、いっとこ雑貨商人だ、これ。はい、行ってんの。あった、釣り竿。ん？これ釣りやってんの？俺、今、釣りできる。ただただ。俺釣り竿持ってねえわ。地形的に行ってみたい場所あるかな？釣り竿持ってないし、忍び部。U ターンして、U ターンしてどうぞ。餌とかいらんのこれ。餌いらないはず。なワールドボスとかいうとこあるじゃん。ここ行こうぜ。え、マジで？何それ？何それ？何それ？楽しそうじゃない？ワールドボス。勝てるそれ？ここ行ってみよう、ワールドボスのところ。待って、これどうやって釣りチャンスするんだ？釣り竿買ったん？
ちょっと一旦調べよう。あのカットのベリア村にアベツのところに戻って入れてもらおう。問題に馬かったら馬禁止って言われて、次座を買ったらワールドモンスターって言われる。こっちだ、こっちワールドボス。多分どこ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 行きゃいいの。ちょっと迎えに来てよ一回。ワールドボスどこ。俺のマップ上で俺見てよ。俺なんて名前で天気1号。いや違う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 。ああ、そういうことか。天気ワールドボスはなんかね、あのオルビアミラの、オルビアミラの下の方になんかね、これか。遠い天気、遠い。え、オルビア村ってまずどこ。天気遠いよ。フィールドボス、うん、ガランダでしょ、うん、あ、ワールドボスこれか。フィールドボスなら見つかるけど、ワールドボスとかいる。ガランダ、ガランダって いるのかな。どこ行った天気。しのぶも連れてって。天気さんじゃないわ、アビスのとこまで。あれ、俺の周りの仲間が3人になった。あれ、天気がどこにいるのかさっぱりわかんねえんだけど。アビスどこいんの。いっぱいいた仲間が俺死なぬうちに3人になったんだけど。アビスどこ。あ、これ南に行けばいいのか。待って、こっちだよね。アビスどこ。どこ。いや、俺今あそこに向かってる。ガランダ向かってるよ。待って、ベリアに一旦。ベリア、ベリア遠い、ベリア遠い。どこ、どこにいんの。オルビア、オルビア、オルビア、オルビアのチャンネル。これ仲間2人しかいない上にさ、片方ヤント姫でめちゃめちゃ不安なんだけど。これどっかで殺されない、これ。しょう。闇討ちされない。闇討ちそう。あ、アビスどっかで待ち合わせしよう。どこ。じゃあ一枠開けないといけない。どこらへん。どこだ。この紐強い。今場所教えて、場所。ベルンドってやつがめっちゃ出るわ。じゃあベルンド、オッケー。ベルンドだってっていうなんか人物。ちなみにベルンドと。野生の紐強くね。どれ。ベルンド分かる。まず。あ、それはそいつは銃で倒す。どこ。っていうか俺の場所がどこまで。オッケー、待ってるわ。もう着いた。近くの町は教えて。町何。間違えるの？オルビア、オルビア、オルビア、オルビアのベルンド。オルビアのベルンドか。あ、オッケー、オッケー。今向かってくれてる。あ、ワールドボスは時間分けだからいつもいるわけではないって。あ、そうなんだ。まあ、とりあえず行ってみようぜ。え、つか、いろんなフィールドボスさ回ってたらそのうち誰かしら湧いてるやろ。ワープねえからなこのゲーム。今パパと向かってるからちょっと待ってて。早く来て。アドミンもいる。もう着いた、もう着いた。オルビアにはとりあえずワールドボス周辺でみんなお茶を。あ、オッケー。誰かなんか登れない。アビスンどこ。誰をキックしよう。あれ、アビスンどこ。あ、おった。あ、すげえ、もうすでにワールドボス周辺にいるやつがいる。あのレベル低めの人でいいんちゃう。じゃあ一番低い人で。これワールドボスの巣。この人かな。悪いな。ここが巣なんですか。パパ、パパ、もう一枠、もう一枠。ちゃんと開けて、開けて、チャットして、チャット。オッケー。はい。これ巣なの。はい。パティ開きないわ、もう。もうない。パティ。いや、30がいる、30が。あ、15がいる、15。大丈夫か、これ。合ってるか。合ってるっぽいな。15? 抵抗してるよ、お前。あー、オッケーオッケーオッケー。抵抗してるから、ね、あ、え、誰を受ける。何、忍びも。忍びこいつアホ強い。あー、いや、おらんな。ワールドボス。アイムフレンドにもじゃあ入れとくか。これどっかリズナーここから面白いとこないですか。ガランチャラ23時にあったのか。オッケー。でもワールドボスのことすでちょっと待ちますか。一旦天気さんのところに、天気さんのところに向かってください。天気さんどこやろ。やべ、俺道間違えた。え、マップでかっ。あー、やべ。あ、これ。あ、ちょっと待って。え、どうしようこれ。今水の中入っちゃった。これどうしよう。乗れる。もうなんか乗れんのこれ。どうしよう。高槻入れて入りたいって高槻入れようぜ。これ赤ねもややこしいから入れた方があれなんじゃないの。分かりやすいんじゃない。忍び頑張って登って、頑張って頑張って。忍びは馬ってこれ呼べないの。なんか近くにこれどこ行けばいいんだろう。
って俺こっから馬なしはきついぞ。うまい呼び方教えるし、陸に上がって左の馬イコンクリックで呼び、ああありがとう、そういうことなの、どうとか、かもこれ、ああ来た、ありがとう教えてくれて、あなんかいる、あかんやつや、これあかんやつや、これあかんやつや、これあかんやつや、全然ダメージ入らないやつや、ショートカット山突きっていうか、おー、着いたか、この辺りか、これなんだ、俺が喧嘩打った後のモンスターはスノビームが後処理してくれるやろ、めっちゃなんか取り寄るやん、叩いて倒してアビツは、え取りた叩いて倒しといて、何をなんか、え俺の横にいるの怖いからちょっとこいつ、あでも大丈夫だ、ヘイトないわ、あシノビームが倒してくれた、召使いみたいになってるやん、シノビーム一クリックしても何も起こらん、3レベルぐらい上がった、何かマスケットじゃん、リスナーこれどっか行きたいとこある、ここ行こうみたいな、あっ逆でこれさマップの端までどうにか行けんかな、これどっちや、ここまで行かへん、ここまで、いやここどっか行きたいとこありませんか、名前赤いの消えへんの、これえこれなんか砂漠地帯とかあるじゃん、右上のさなんかガハーズ盗賊団の巣窟行かへん、どこっとめっちゃ右上、めっちゃ右上、あ、もっと右上に何かあったわ、もっと右上にさ、箱番通ってるよ、どこだよそれ、えめっちゃ右上、マジで右上、もう端、箱番通え、わかんねえそれ、してるんだそれ、え、なんか砂漠地帯の方、待って、ドゥドラの別荘あるやけど、別荘行かねえどこそれ、イリア通ってる、マップのめっちゃ右上にドゥドラの別荘ってなんか多い建物、マップの一番上のベルの心臓行こう、ベルの心臓どこそれ、心臓どこだろう、ベルのマップの一番上のベルの心臓、ベルの心臓、え目的地変わったいや今目的地で集まってからみんなでどこ行きますっていう話をして、太陽の心臓っていうのがあるけど、ベルマップ左上の端のラットスになる一番遠いところなんかすっげえとこにあんなこれ、あーやっと着いた着いた着いた、どうやって行くんだ、船乗らないといけない系きつくない、出窓とかいうとこ行く、海の上きついかな、どこで行けるやつ、どこで行けるやつ、どこで行けるところでなんか面白いのがいいかな、陸つながりにしよう、あじゃあ陸 あれはその陸がつながるまで一旦直進してみるあれパーティー一人だけあるよ、誰かチャット打ったら入れるよ、誰か入りたいって言ってる人いっぱいいたよね早いね、早いんだよチャット流れが早いとりあえず天気さんに走ってもらってそれについていればいいんじゃない、なんかとりあえずボスっぽいやつがいるとこはいいんだけどさ、みんな今回光下のガイティ、ガイティ平行世界などでガイティか右上端の火山プレゼンしてほしいんだけど、ガイティには何がある、左上の火山には何がある、マップクソ広いね、めっちゃ広い、めっちゃ広い、だって右上にこの砂漠あったっけこのゲーム誰か殴られてないガイティは物が強い、誰か殴られてんだけど、セレンディアの神殿誰か俺らでも倒せる手頃なボス行こうぜセレンディアの神殿だって、どれセレンディアの神殿ってどこでしょうかハイデルの下だって、ハイデルの下、あった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 、どこ現在地から見て、あー分かった分かった、なんとあ、オッケー分かったよ、おーしっかなんとセレンディアの神殿どこら辺だろう、全然分からん、うかじゃあみんなついてきてくれ、俺についてくれ、天気どこ、そもそもいやみんなもう今人の流れができるから大丈夫、こういうことだよ、OK 俺は旅団だから前の人についていけば
待って、ワンちゃんゴリゴリ押されてどんどん後ろに行っちゃう。ワンちゃん意外とあれだな、体力ないな。あー、ハーピー撃てる。あ、これハーピーに引っかかってんのか。ハーピー多すぎ問題。ハーピー食わせながら行こう、ワンちゃんのやつにして。まあもう直進すればいいんちゃう。まあ直進が多分最強だと思う。直進してんだけどね。え、何あれ、めっちゃ足速い。何このキャラクター。あ、間違えた、攻撃しちゃった。ハーピー邪魔なんだけど。じゃあこれ配信時間何時間だっけ。90分。でも終わってんじゃん。よし、終わろ。レジリアの神殿まで行かないとさすがに。いや、結構遠いな。よっしゃ、猫に餌あげたし、準備万端。猫に餌あげてたかい。なんかでっかいおっさんおる。で、俺の犬ワンちゃん普通に走った方が速い説出てきたぞ、これ。あれ、忍びもはぐれてね、大丈夫。お前、忍びもお前だけ足速すぎるやろ。はぐれたんとか思ったら一番前におるやん。なんか気づいたら山賊の隅と横断するっていう意味わからない現象が。今回も通りざまに俺殴られてんねんけど。なんかミスティックプーチンってプレイヤーと一緒に遠出してんだけど。2人旅だ。俺、周りに誰かいるかな、人。あ、道間違えた。え、いいのかこれ。ミスティックプーチン来てるな、ミスティックプーチン。あ、来て。ちゃんといるのかな。合ってるこれ。いるっぽいな。あ、なんか来た。何かが終了した。あ、ジャンプ移動早い。俺の周り、知らないうちに、え、何いる ?3 人になっちゃった、また。お、なんかちゃんと来た。お、なんか人増えてきたぞ。いや、分かれ道だ、これ。合ってんのか、これ。お、なんかめっちゃ人増えてきた。みんな早い。合ってるっぽい。俺はでも直進するぞ。これなんだ、これ。あ、持久力みたいなのがないのか。人参を食べさせると回復する。人参持ってねえわ、俺。ごめん。サーバーはね、パレスティナの位置だったかな。人参欲しい。違う方言ってな、俺。違うか。なんていうゲームこれってタイトルに書いてあるで、黒い砂漠屋で。ダウンロードリンクも概要欄に貼ってあるからね。あれ誰やこれ。誰か人参くれへん。やばい。別の方向に移動し始めた。積んだ。積んだ。待って、どうしようこれ。どうした。人参がないねん。人参ちょうだい、人参。それ降りて走った方が早くない？あ、マジ？なんだこの沼地。ヒンチ、それ乗せてよ、後ろ。乗れないと思うよ、これ。一人乗りだと思う。二人ぐらい乗れそうなんやけどな。一人乗りなんだよ。人参売ってないこの辺。売ってない。なんかゴブリンあたりが人参育ててそうちゃう。あ、もう半分済んだのか。こんな平和な移動ある。一番最初の港町への移動なんだった。俺名前だけ見せたから気づかなかったんだけど、平行世界のアドミンめちゃくちゃごついのな。こいつゴブリンよりできない。ゴブリンよりゴブリンみたいな体してる。走り続けるとスタミナが上がる。あ、遊びおるやん。遊びおるやん。あ、じゃあ馬で走った方がええんや。俺なんか連れて行ってもらっとるし、こいつ。そう、パパの馬乗ってる。
いいなそれ。これ乗れないかな、この日本人でも乗れないかな。これ俺道間違ってない。これ右下や。あかん、こっちちゃう、こっちちゃう。大丈夫、合ってる俺これ。お、あともうちょっとじゃね、もう着くんじゃね。セレンティアの神殿。こっちか。おおお、早くない？そっち着くぞ、もう着くぞ。あ、着いた着いた、セレンティアの神殿着いたぞ。早くね。じゃあ馬とかってたの？いや、完全直進、ただそんな早かったのか。あー、やばい、なんか言うほどなんもねえ。ボス的なやついる？いない、なんもない。あの馬何？誰の？高槻ならいた。まあ一応セレンティアの神殿で一応あの記念撮影だけ人がいるか。あれ乗れるやつ？なんかあるわ、ダンジョン的な、あるわ。もしかしてエンジン変えるんちゃうか。あ、じゃあダンジョン入るの待って。ああ、待ってるわ、手前で。え、なんか、なんか俺の言うこと聞かんなった。3、4人なんかグイグイ進んでて消えたんやけど。あ、戻ってきた。言うこと聞かんなったよ。ダンジョン的なのあるわ。もうちょっとやな。あ、乗れた。よし、急げ。右下や。こっちや。登れるかな、これ。あ、登れない。え、みんなもついてる。かっこいい。もうちょいで着きますね。やんときめ、なんで名前真っ赤な。人参とか買ってる暇ないよ、俺もしかして。あ、もう着きましたね。やんときめ、PK やってたからじゃない。あ、着いた着いた。レッドネームプレイヤー的な。邪魔だな、これ。あれみんなこの階段のところにさ、この神殿の前で写真撮りたいから階段のところ入り口、ここかな、これここでちょっといい感じに並んでもらっていいですか。集合写真で、どこどこ、とりあえず馬とか全員閉まって、なんかテントができてる、あそこね。俺向かってる方向合ってる、これなんか怖くなってきたんやけど、俺どこに向かってんのやろ。ここにみんな並んで、ここ右だ、ここで右だ。とりあえず右下に向かってればいいのか。階段に並んでって、俺こっち立っとくから写真撮るように。これ UI ハードコアモードにしようと思ったらどうしたらいいんだろう。 UI 全部消す方法ってある。スクロールロック一回押してみたら。スクロールロック、スクロールロック、普通のキーボードとテンキーの上の。いや、何も反応しないね。消えない。プリンショットようだったわ。あー、できたできた、ボトルでできた。こっからいいねえな。こっからこっちか。みんな向かってる最中だよね、多分みんな向かってる最中、うん、まだ結構おるね、来れてないな、うん、テレニケ一番後ろだわ。まあ、大体みんなそこで待っといて。テルさんはね、馬のスタミナが切れた。もうお前いらんやん、ほんなら。なんか旗振ってやつ。あ、挟まった。あの、遠足の先生みたいな感じやろ、一番後ろ歩いていくみたいな。あ、シノビームがおそらく迎えに行った。この手前の女の人、階段の方行ってもらって。あ、なんか人が増えたぞ、この辺。答えだ、俺。あ、高槻か、高槻ちょっと向こうの階段の方に。え、名前だらけでもう顔見えへん、もはや。ここ、確か弱い消してたよな。ここか、早っ。邪魔や、邪魔や。お、集まってきた、集まってきた。これ、ワンチャン着いたら、馬をしまって、列に並んでください。ワンチャン、ワンチャンおいで。なるべく、これ結構綺麗に並びたいな。マンジでマンジ作ってる、すげえ。じゃあ、6列ずつにしてもらっていい ?6 列ずつ。前から順番に6列ずつ。それ周り見て、6列に並んで、その後ろにこう綺麗に並んでって。じゃあ、俺先頭でいいかな。10列応対で。この辺ね。はい、並んで並んで、今綺麗に周りを見ながら綺麗に並んでください。あの階段の方から、階段の1段目からでしょ。階段の1段目最前列にしよう。階段の1段目を最前列にして。
その辺だろ。階段の1段目最前列ね。階段の1段目もっともっともっと後ろ、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 最前の人もっと後ろ、もっと後ろ、弱いやって消すの。コントロール U。 おおおおすごい、かっこいい。リカナ、リカナ、リカナ前行って前。レズなんで、レズなんで。前の窓下あれだ。あ、テルさんこれ。窓下近すぎてぼやけてんねん。コメントなんで、まだ向かってますって。はよ、はよ。いや、あのさ、最後尾のさ、クソでかいあれ何何やねん。めっちゃでけえねん。あれ、モンスター。平行世界のアドミンだよ。平行世界のアドミンだよ、あれ。平行世界のアドミン。あの化け物なんだ。いや、テレさんとアドミンと俺とか前かな、アビツも前出て。誰花火言ったの。テレさんと俺とここアドミン、アドミンも 俺とテレさんの横来て、はい、あ、オッケーオッケー。 でみんなそんな、あ、で近所で、みんなそれ階段の方へ来て行って、俺らしゃがむか。誰しゃがむの。コントロール。あーワンちゃん来ちゃった。ちょっとワンちゃん置いてくるわ。はい、なんかはあっつったら俺気をした。コントロール9。あれこれ俺のワンちゃんじゃねえ。9。これアドミンのワンちゃんだ。これ出てしまう。あ、こっちに来てなんか待ってって。しゃがまえ。9ですよ。9。あのW の横の9ね。うん。押してる押してる。え？しゃがめない。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 これ。あ、多忙して。おお、かっこいいかっこいい。武器しまって、あー、なるほど。で、9。まあ、よかった。はい、オッケー。よし、じゃあみんな。おい、おい、しまって。おい、戻れ、戻れ。誰だ、お前。誰だ、お前。ちょっと紛れんな、赤いやつも。ちょっと写真撮らせてくれ、写真。違う違う、紛れんな、お前。お前、父の背中じゃないだろ、お前。誰は紛れんな。なんか、行けよらん。誰こいつ。これヤント姫や、ヤント姫。おい、戻れ戻れ、ヤント姫。お前名前隠してるやんけ。はい、みんな戻って戻って。写真撮るから戻って。おー、押すな押すな押すな。写真撮るから戻って。お前らチンパンか。これ誰誰、手前のやつ。これこれ誰だ、これ誰。高槻、高槻戻るんだ。オッケー、じゃあ行くよ、写真撮るよ、スクショ撮るよ。高槻戻れ。オッケー、戻れ、戻るんだ高槻。高槻戻るんだ。よし、スクショ取りまーす。名前が取って、おい、黒いやつ出すぎ。黒いやつ下げ。お前ら承認欲求出しすぎやねん。手振れた。手振れた。手振れた。後ろ誰も映らへんやん。誰かドリフトしてた。いい感じにしてもできるようになったと。全然やって、全然やって。手振って、手振って。何も見えない。何も見えない。邪魔や、邪魔や。それ邪魔や。手振ってて。みんな手振って、手振って。どこで？向こうで。後ろの、後ろの人。手振って、あのほら、ほら、平行世界のアドミンが手振ってんじゃん。あれ、あれ、あれ、どうやって振ってんの？あれ、出て打ってんやろ。あー、そう、手打って手打って、全員手打って、全員手打って、全員手打って。旗打って。手打って、手打って。手打って、みんな手打って、みんな手打って。振り方わかんなそう。みんな振り方わかんなそう。誰やねん、ピクピクしてんの。体触れちゃうって。あー、いい感じ、いい感じ。あー、いいね、いいね。もうちょっと、もうちょっと振ってる人間が出たら。あー、いいね。旗打ってんの、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 手打ってんの、ディア。左の小さいの手打ってんの、かわいい。もう一回手打って、それ。手振って。あ、かわいい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 。暗いの邪魔やね。暗いの邪魔やね。前で旗振るな。前で旗振るな。前で旗振るな。後ろでくれ。おい、帰れ。幼稚園の遠足じゃねえんだから。お前、ディスコード特定してバスすぞ、お前。ね、スペシャル撮った。おい、じゃあ行くよ。はい。チーズ。手振って。あ、そう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 。オッケーオッケーオッケー。おー、よしよしよし。オッケー、じゃあボス戦いに行くか。あ、行くんだ。おるんかな、おるんかな。行こうぜ。いて、いや、違う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 。
あれあれ、おーい探してーまたか。よし、ボス向かおう、ボス行こうぜー。行くか、ゴーゴー。俺の犬どこ行ったんだろう。ボスおるんかな。分からん。ちゃんと馬止めろよ。あ、俺シノビームの。行け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 。あれ、シノビームどこ行った。そもそもどれが正解なのか分からんけど、これすげえ、俺後ろ乗ってるから。あ、じゃあ一緒に歩いてこうか。え、なにこれ、この音楽大丈夫。やばいやばい、すごい勢いでこれさ、攻略されていく。ボソってもそっくりなんちゃう。ものすごい勢いでブタンジャーが攻略されていく。ボスこれか、ここじゃね、ボスこれ。俺らもう馬でガンガン前行ってるよ。ボスどこ。ボスどこ。え、なんかもう一周してきたっぽいんだけど。誰いる、誰かいるぞ。なんか誰か湧いてない。降りてんで、馬から湧いてないらしい。湧いてないの。湧いてない。お前がっと、これは何のためにここまで移動してん。写真撮るため。すげえ、走ってるだけで何でも攻略されてる。え、このゴーレムみたいになってきちゃうの。儀式っぽいやつ言う、すごいな。曜日で違うらしい。あ、そうなんや。おーし、ダンジョン攻略成功したぞ。あ、帰ってきた、終わった。嘘やろ。一周してきた。はい、じゃあこんなもんかな、今日は。まあ90分以上で配信もしたわけやし、このもんやろ。みんなこれからも強いサーフよろしくな。